こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました。店名からしてものすごい暴れん坊のラーメンが登場するのではないかと予想されるお店に行って、どれくらいの暴れっぷりなのかを確かめてみよう、そして戦ってみようのコーナーでございまして、本日やってきましたのはこちら、ラーメンガキ大将さんでございます。これはちょっと暴れてくれるでしょう。おそらくデカデカとした赤い看板に黄色く波打つようなフォントのラーメン、そしてスプレーアートのような、ちょっとこの辺がくすんでるようにあえて見せてるガキ大将の文字とはみ出し方、もう確定ですね。神店、早速入っていきましょう。入店しますとこのようにお座敷席、そしてカウンター席もあって、テーブル席もたくさんあります。ファミリーでも来れるお店ですね。でこのようにメニューもずらずらずらっとありまして、味噌スペシャル、待てコテコテラーメン、やっぱありますね。暴れてる感のあるメニュー、ちょっともうコテコテラーメンに心奪われてるんですけども。さあというわけで無事着席することに成功しまして、メニューはこちらにあるんですけども、やっぱり賑やかですね。見ていきますと、特ランチセットといって日替わりラーメンプラス焼き餃子プラス小ライスプラスミニサラダで、ちょっとガキ大将さん、優しいガキ大将さんなの、すごいな。4点セットでこのお値段で、冷やしつけ麺みたいな季節のメニューもありまして、ごま味噌つけ麺、旨辛つけ麺、そして各3玉まで存在します。なんだこのニンニクつけ麺って、ニンニクがこんなにゴロゴロ入ってんだ。で味噌ラーメン、味噌バターコーン、ネギ味噌、味噌チャーシュー、味噌スペシャルとか、うわわわわ。でお好きなラーメンにプラスセットでミニ餃子と小ライスで350円とかもつけることができます。塩系も充実しておりまして、塩ラーメン、塩バターコーン、ネギ塩、塩チャーシュー、特製タンメンと、で醤油が最後なんですね。醤油ラーメン、チャーシュー麺、コテコテ、待って、ネギ醤油とあって、コテコテの後にガキ大将といえばコテコテのチャーシュー麺、コテコテスペシャルですって。失礼します。あ、じゃあコテコテスペシャルをお願いします。スペシャルで、はい、かしこまりました。はい、ご一緒に餃子の方はよろしかったですか。じゃあ餃子もお願いします。はい、ありがとうございます、はい。噛んだじゃん、ちょっと恥ずかしい、ちょっと興奮しすぎだよ。はい、はい、始めます、いただきます。いや、ちょっと待って、予想以上の悪ガキですね。さあ登場しました、ガキ大将さんのコテコテスペシャルでございますけれども、もうデフォルトでレンゲの上にもうちょっとスープというか上澄みの油が溜まって、そこにもうポッコポコの背脂、そしてご覧のように一面に透き通ったスープと背脂、もうこれここまで来るともう具材ですよね。あ、来た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 、美しい、ありがとうございます。そして餃子、焼き目のしっかりした餃子がずらっと5個並んでおりますけども、ニンニク臭、なんかもうその香りだけで元気が出てきちゃうやつ、いただきます。ではまずはスープごとプースの方からいただいていきますけれども、今 BGM ではね、ここに入りをかかってますけども、ここにいすぎるよね、この背脂が。めちゃくちゃほとんどそれじゃん。スープだけを取らせていただくことって、もうこれ醤油ベースですかね。あ、でも無理だ。
すごいね、もう一気に口の中でリサイタル開いてきた。この背脂スタジアムでのリサイタル、すごいな、ガツンとくるな。かなりのニンニク風味で、もう玉ねぎなんかのニュアンスもあったりする。そしてチャーシューも実は一面にぐるっと存在しておりました。で、よく見たらナルトとか長ネギとかわかめなんかもね、あと海苔なんかも入っている形でございまして、すみません、意外な一面見せてきたじゃん。細麺なの。ちょっと実はガキ大将が優しい繊細な一面あるみたいな描写見せられたみたいな、全く予想してなかった。すごいな、このラーメンに関しては相当大好き大好き。あのマイルドだよ、すごくマイルドで、麺は細麺なんですけども、口の中では結構なムチムチ感、それがこのガツンとスープとめちゃくちゃ合う。僕はっきり言って麺大盛りにするの忘れたんですけれども、だから麺がね 150g のはずなのよ、なのよ、なのに 150g じゃないだろっていうくらいむちゃくちゃボリューミーで、この黄色い麺、黄色い細麺が映えるよね。こちらのお店はですね、羽村市の小作っていう、小さく作るって書いて小作っていう地名の場所にこのお店があるんですけれども、地名のニュアンスに全く配慮のないボリューム感、大好き。そして何よりも油がすごく上質な甘さでございまして、こんだけさすすったらやっぱりね、麺に油がもちろん絡むんですよ。しかしもたれない感じが嬉しいね。でどん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 体はやっぱニンニク作用ですかね、元気になっていく。だからちょっと玉ねぎのニュアンスなんかもちらほらあったりするから、どこかコテコテとは言いながらも、そのさっぱりした麺も見せてくれる感じだし、海苔もしっかりした海苔で、ふやけたり破れたりとかする海苔じゃなかったんです。だから口の中での海苔の鮮度っていうのかな、素敵な状態で食べることができました。でさらに驚いておりますのが、麺がずっと最初の状態をキープしておりまして、噛んだ時のコヌっていう食感、コヌからのムチムチなんですけども、そのコヌがなくなるじゃん、だいたい食べてると後半の方は。ですがコヌっていう感じがあり続けるってことは、伸びづらい麺なのかなということで、ガキ大将だけに伸びたってことに関して厳しいみたいです。あれ、チャーシュー2連だこれ。いやー、うまいな。で、味はしょっぱすぎるってことはないな、ドロンとした感じにはなんないくらいのところで収めてある感じがします。いや、ちょっとびっくりしました。割とあっさりした餃子で、すんごい美味しい。そこまでがっつり濃い味付けのあんとかでもなく、まさかのあっさりで、皮はもっちりで焼き加減バッチリでございます。で、何よりももしかしたらニンニクとかが入っていない餃子の可能性もあるのですが、こっちのニンニクがすごいから、こっちのニンニクくらいではもう僕のニンニクレーダーが反応しないだけかもしれない。ちょっと感覚バグってるかもしれない。なんかトンネルズののりさん見て背低いって思っちゃう現象に似てるのかもしれない。本当は高いのに、のりさんも。とにかくうまい餃子でラーメンと合う。口
口の中では麺よりも先に溶けほぐれていくような感じのチャーシュー、ほらもうトロトロでしょ。はい、ごちそうさまでした。ハマるよ、ハマる。今後他のお店でなんか違うラーメン食べた時に物足りないなって感じちゃうことが怖くなるようなラーメンで、近所に住んでらっしゃる方はいいけども、そうじゃない方はどうすればいいのっていうラーメンを作ってくれちゃった。やばいねこの中毒性。というわけでラーメンガキ大将さんのコテコテスペシャルという、もうやんちゃを絵に描いたようなパンチ力抜群のラーメンを食べてまいりましたが、美味しかったですし、コテコテスペシャルとかさ、ラーメンガキ大将とかっていう感じの割には麺は繊細な感じ、ただ 150g とかって書いてあった割にはなんかもっと絶対あるじゃんっていう、そのボリューム感プラスニンニク感、もうそういうことでね、コテコテだから、そのコテコテにばっかり目奪われてたら、あ、ニンニクからも攻めてきたみたいな、もう多方向からいろんなパンチが飛んでくる、そしてうま、忘れられない味になっちゃったみたいな、そんなラーメンでございました。美味しかったですし、これはおすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、アブラハムさんからのコメントで、今日は過去一の大盛り動画が見られて幸せです。いや、カツ丼ではなく熟女とのトーク時間ですよ。ハイジーさん楽しんでますね、楽しんでますねじゃないのよ、恥ずかしいけど否定はできないよ。確かに確かにトーク時間に関してはもう異常なほどの、というかもうほとんどそれだったなみたいな、後半戦になりました。前半のうちはね、風太郎さんという他の YouTuber さんも撮影に来られておりまして、風太郎さんとその店員様がいろいろお話とかされている光景はあったんですけども、結構風太郎さんがね、僕よりも前に入店されてまして、食べ終わりだったんですよ、割と。で、食べ終わっちゃってからは、アイスコーヒーだけ飲まれて、去って出て行かれて、そっから先は、僕とおかみ様とのマンツーマンの空間が始まったんですけども、そこからは、なんかもう撮影でこう食べてなんかコメントするとかじゃなくて、なんかいろいろ話しかけてきてくださったから、ずっと喋りながら、こう食べてるところ、早送りっていう動画だったよ。なかなかの前代未聞感ありましたよね。まあ素敵な店員様でございまして、話に花もね、咲いてしまって、いつの間にかおかみさんはね、僕よりも結構年上の方だったんですけれどもね、まあここでは年齢は言いませんけれども、その年に本当に全く見えないくらいの感じの佇まいで、お肌もすごく綺麗なんですよ。で、ちょっと秘訣なんだろうこれとかってさ、気になるじゃん。え、なんでそんな若々しいんだろうって思っちゃって、お肌もね、すごく綺麗っていうことを言いたくて、本当はお肌スベスベですねって言いたかったんですけども、なんかうっかりかわかんないですけども、お肌もちもちですねって言ってしまって、でもそれもまあそれで別に褒め言葉なのかなと思ったら、やっぱ女性側の方からしたら、あのちょっと太ってますからねっていう感じに言われちゃった。すごくなんかもちもちされてます、もちもちって。いや違う、変な表現になっちゃいましたけど、すごくスベスベもちもちじゃないですね。やっちゃった。難しい。ただ、みっちょんさんにもね、コメントとかするときにさ、もう、小学生の頃から見てた、羨望の眼差しで見てたアイドルの方、みたいな表現をしたら、小学校からは余計じゃない。そんな、難しいな。きよきよさんからのコメントで、ビジネスベジファースト疑惑、さては裏で、賭け野球ならぬ、賭けベジファーストやってるんですね。やってないよ。そんな賭けをしない。そんな賭けは成立しない。で、ビジネスベジファーストでもなくて、本当にベジファーストはなるべくしておきたいな、なんて思いながらも、失敗しちゃうことがあるっていうね、中で。ただ、一日の僕の流れで見たら、撮影に行く前、もう朝起きて割とすぐに、絶対に、グリーンスムージーを飲むようにはしてるんです。だから、もう、ベジファーストはベジファーストなのよ。一日単位で見たら。ただ、その一杯目のグリーンスムージーから撮影で食べる一口目まで
2時間くらいは空いてるから、それを良しとするかどうか、そこはもう時効ですよみたいなことになっちゃうんだとしたら、うん、失敗してんですけども、ただ賭けはしないっていうか何この賭け野球ならぬ賭けベジファーストっていうのは、じゃあ僕は何、毎回毎回本当は自分ではベジファーストはね絶対にできるのに、マフィアに脅されて、お前今回はベジファースト失敗しとけよっていうことを言われてんの。そんな危ういチャンネルじゃないの。転生トマトさんからのコメントで、ドンキホーテにカブトムシのコスプレ売ってますか。知らないよ、僕に聞くことじゃない。カブトムシのコスプレ大体したいの。ドンキホーテにあるイメージは蜂ならあるよ、可愛らしい。でも子供用かな、やっぱ子供用のパジャマ的なやつかな、コスプレというよりも。そういうのなんか見たことある気がするし、意外とですよとかね、アクセルホッパーとかそういうのはあるようなイメージですけれども、シンプルカブトムシってちょっとさ、気味悪くない？カブトムシはかっこいいよ、カブトムシ自体はかっこいいけども、なんかあれをコスプレでしてどこに出ていくの？肝試しに出ていったらまあ怖いな。だからもしも僕がここでいろいろ調べてね、ドンキホーテさんに行って、あったと思ってね、ここでありましたよって報告しても買わないでしょ、きっと。そんな気がしてんのよ。で、僕はあんまコスプレする人のね、感覚が未だにそのパリピじゃないから、分かってないから、この、全く分かってないから、なんでコスプレするんだろうっていうまだレベルにいるから、このカブトムシのコスプレの良さも分かってないんですけども、先日ね、うちの妻が喉を壊して、仕事を早退してきたことがありまして、で体はすごく元気なんですけども、喉がねなんか定期的にカスカスになっちゃって、ちゃんと声が出なくなっちゃうと。でそういう時はね、もう仕事にならないから早退していいですよって言って早退してくるんですけども、その早退してきた日はね、僕と娘はゼルビアの試合を見に行ってて、家にいなかったんですよ。で妻がだから一人っきりで家にいて、体は元気、声がカスカスなだけっていう、元気だからもうやることないなってなった末に、妻アレグリア好きなんですけども、アレグリアのコスプレしてた。帰ってきたらガチガチのメイクから衣装から、なんか自分であれ作ってんのかな、家にあるものなんかしらの工夫して作って、ガチガチのアレグリアの人のコスプレしてて、怖って思った。怖いんだあれが、うん、肝試しに出てきたらめちゃくちゃ怖いかもしれない。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 、こちらディディンディディン。転生トマトさんからのコメントで、ドンキホーテにカブトムシのコスプレ売ってますか。だからさ、なんでこれ僕に聞くのじゃなくて、なんで当たるの2回もちょっとこれやり直しとさせていただきます。では行きましょう。タンタカタン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 タカタカタンタカタン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 、こちらディディンディディン。豆高さんからのコメントで、大好きが顎のみ、つまり大顎顎好き、私は何を言ってるのでしょうか。みんな夏だもんね、夏だからしょうがないよ。これは1個目のコメントと同様、お食事のぶちゃんさんの動画のコメント欄のコメントなんですけれども、大好きをしようとしました。そうしましたら、なんかあの時はコーヒーのジョッキを持ってきて大好きしようとしたら、あ、意外とこの出るスペースが、どっから出たらいいんだってなって、この取っ手の部分のここから大好きってしようとしたらね、大好き、顎だけの大好きになっちゃったの。その状況下での顎好き、なかなかコーヒーと一緒でブラックな感じ、ブラックではないか、自分で自分の顎好きだって言ってるだけだから。